人気メディアの新着情報を一気に確認、最速機種情報、無料で使って景品ゲット。 Twitter 限定のキャンペーン、更新情報告知、運営裏話も、パチンコパチスロ情報丸かじり、パチガブ。はい、パチガブをご覧の皆様こんにちは、渡るです。はい、今日は、旬な新台丸かじりガブッと新台シダ動画の日になっております。今日シダしていく台はこちら、パチスロ肛門茶マップ V、メガ盛りとなっております。では早速ゲストの方をお呼びしたいと思います。ゲストの方どうぞ。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、パチスロ必勝ガイドの東条さとみです。よろしくお願いします。はい、はじめまして。はじめまして初めましてなんですよね。まだちょっとなんかぎこちない感じ。まあそうですね、初対面ですからそれは仕方ないと思いますはい、ではこちらの台はどういう台になっておりますでしょうか。はい、本日ですね、知らしていくこちらはですね、おぎんちゃんが主役となっております。肛門茶碗シリーズ最高のですね、純増枚数と家康再臨の当選が上がっておりまして、もうかなりすごいことになってるんですよ。すごいことになってる。すごいんですよ。たくさんおぎんちゃんも見れるし、おぎんちゃんも見れるし、家康 も家康も、そうなんかもう本当すごいんで、はい、まあ、そういう面白い楽しさだったり面白さをお伝えできればなと。ガンガンに。はい、あの私ちなみにちょっと本当ポンコツなんで、あのちょっとあんまり。え、ポンコツなんですか。ポンコツなんですよ。すごい。ポンコツです。あ、ポンコツ。あ、気が合いますね。仲良くできそう。大丈夫ですか。一人まともな人増やさなくて大丈夫ですか。はい、大丈夫かな、まあ、大丈夫ですよ。ポンコツかけるポンコツでもしかしたらなんか奇跡が起きるかもしれない。まあ、でもマイナスかけるマイナスはマイナスですか、ね、マイナスとマイナスですね。まあいいか、はい、では早速シダの方に行きましょう、はい、今日はなんか楽しくやれそうな気がします。楽しくやっていきましょう。はい、はい、それでは早速打っていっていいでしょうか。どうぞ一つだけいいですか、はい、マイナスかけるマイナスはプラスでしたね。はい、では早速シダしていきましょう気になってたんですね。そう、気になってた。わかりました。では早速打っていきましょう、はい、お願いします、はいはい、通常時打ち方からなんですけども、はい、左リールにですねバーか紫菜々を狙っていただきます。はい、はい、このようにですね。で、スイカかチェリーが、滑ってきたらですね、まあ、こちらにですねちょっと見えないんですけどもバーチェーバーがあるんですよ。バーチェーバー、はい、バーチェリーバーってことですか。そうです。おーしバーチェーバーが止まるんですけども、はい、まあこれが止まれば強いと。なるほど、はい、分かりやすいですね。分かりやすいです、はい、ちょこれが気になったんですけど。あ、気になりますこちらですね、前々作の前々作肛門茶碗カツ、はい、打ってました。もうペって見て、あ、こっちの箱のチェックだけして、はい、打てる打てないみたいな感じですね。まあ ですね、まあ、それがですね、まあ、前作はなかったんですけども、はい、今作またこちらも復活しておりまして、これがですねお銀箱、こちらが女神箱となっております、はい、名前も変わったんです、ね、はい。でこちらがですね、まあ、まずリプレイとベルでこっちの箱は溜まっていきます、はい、こっちはチャンス役で溜まっていきます。で、こちらが溜まると、まあ、前兆かチャンスゾーンか AT 当選となっております。そうなんですよ。で一番気になってることがあって、はい、数字見えなくないですか。あ、分母が。そうなんですよ、今回隠れてるんですよね今回。でまあですね、こちらはまあ 数ゲーム、まあ、数十ゲーム回すと、はい、まあ、めくれるんですけども、本来はですね、まあ、310なんですよ。そうなんですよ、水戸なんですよ。それが今作は50だったり100だったりってちょっと短縮されてたりするんですよ。だから今隠されてる。そうなんですよ。でこの今この紙が貼られてるんですけども、これがちょっと違うので隠されたりしてるんですよね。そういうのだとちょっとチャンスかも、あ、低いかもしれない。そうなんですよ。なるほど、ちょっとパワーアップしております。ですね、もう一個肛門茶碗カツから復活したものがありまして、はい、まあ、こちらゲーム数が書いてあるというか表示されてるんですけども、カツゾーンがまた復活してるんですよ。おー、
なので、ゾロ目なので活動の煽りが、うん、あとは、まあ、ゲーム数でも一応 AT 抽選はしてますんで AT 当選するかもしれません。で活ゾーンちょっとお見せしたいんですよね、はい、じゃあ頑張って入れます。お願いします頑張って入れますね、はいまあ、ここにですね水戸テレビというのが水戸テレビですか、はい、ありますね。でこれがですね、まあ、30ゲームごとに、はい、どんどんチャンネルが切り替わっていくんですけども、まあ、これが何かを示唆してたりとかするんですよね、はい、あ取れた、あ取れました。これ一番低いやつじゃないですか。そうですね、そうですよね。50はおそらく一番低いんじゃないかなと思います。お早速チェリー止まりました、はい、でチェリーが止まったらですねさっき言った、バーチェバーを狙います。お止まりましたで一気に止まりましたねこっちも、はい、おおこれはどんどん溜まっちゃいますね。おお。なんか激しい演出。おお。でですね、今30ゲームですね、はい、でゾロ目なのであここで活動の煽りが来ております。おお。これはいけますね。はい、で活ゾーンでございます。活ゾーン、まあ、これはですね、まあ、本当勝つ肛門ちゃんも勝つと、まあ、一緒ほぼ一緒なんですけども一つ変わったところがありまして、はい、今こっちがマックスになりました、はい、でこうやってマックスになった場合回しますね。ちょっと本来だったらこの40損するんじゃないかと思ったらこっちに入るんですよ。あ、じゃあもうどちらかが溜まればどちらかに。そうなんです、そういうことです。だから無駄が一切ないと。なるほど。で、今どっちもマックスになりました、はい、このどっちもマックスになるとかなり期待ができると。あ、チャンスゾーンの。そうですね、チャンスゾーン、まあ、もしかしたら AT 当選もあり得るかもしれない。なるほど。はい、ではいきますね。マックスになると、レッツプレイおぎんチャンネルに行きます。で、この後にですねレバーを叩くと、はい、おぎんちゃんのビジョンが出てきます、うん、おぎんちゃんのビジョンのそのステップアップで期待度がちょっと変わってくるとなるほどなっております。では行きますね。はい、おおおおお、赤これ一番じゃないですか。一番ではないんです。でそうなんです、実はですね今赤まで行きましたけど、はい、紫もあるんですね。紫に行くと AT 当選かもしれません。ではまあとりあえず今赤だったので、まあはい、こっちを消化しちゃいますね。はい、 AT ではなかった。はい、こちらがチャンスゾーンとなっております。ガチガチレバーゾーンで、まあ、プラスってなってるんで、はい、ちょっと期待できるのかなと。あ、じゃあ普通はプラスがついてないってことですか。そうなんですよ。はい、ガチガチレバーゾーンプラス。はい、でこちらのチャンスゾーンなんですけども、はい、まあここにもう書いてある通りですね、まあ、1ゲームごとに1マスずつ進んでいきます。はい、でリプレイはベルなどを引くと、その、まあ、マスにですね応じたものを もらえるというか演出が発展したり、まあ、ルーレットアップルーレットっていうのに止まればちょっといいルーレットにアップしますよ。この内側に行くと。そうですね。でチャンス役引くとそれは必ずアップするとなっております。でいいですかね、はい、だからもうこれはガチですね。だから星の期待度が多いところで、レベルリプレイ引けたらいいなっていう感じです。はい、でちなみになんですけど、はい、まあちょっとドキドキしたかったらあんまり押さない方がいいんですけど、はい、まあ、こういうところを押すとですねたまにボイスが発生します。でそのボイスをですね、はい、ちょっとお聞こえました。
ドキ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 って言ったんで、もしかしたらいい感じな、そう、なんか引いたかもしれない。あ、はい、で今ドキドキからリプレイでしたね。でアップで引けたのでルーレットがちょっと強くなりました。じゃあいきますね。お、あ、ハラハラ言いました。危ない、危ないですね。あー、アップで引いちゃいました。はい、ラブラブ、お銀デート。お銀デートしたことあります？え、お銀デートしたことないです。あ、ないですか？めっちゃ可愛いんですよ、知らないですか？すごいですね、こんな格好で来られたらもうすごいことです。そうですよ、こんな遊園地にこんなもう出ちゃいますからね、うん、とりあえず返しますね一回。何ですかね、何ですかね。パート2となってますね。可愛い。で、はい、もう残り1ゲーム。30%、まあ、これ期待度ですね。かわいい、かわいい。 お激しくて熱い、いきます。すごいですよこれ、すごいですね、すごい格好ですよ。プラス50、さっき30とってことは50なんで 80。 おこれなんかちょっと今の買った見覚えありますね。いきますよ。おっしゃ、これで AT に、はい、 AT 当選でございます。 AT 当選なので、メガ盛りジャッジメントと。あら、見てくださいこの派手な、あ、これも見た気がするな。そういえば純増も過去最高と。そうなんです、純増がなんと 3.5 枚と。早いですよ 3.5 枚。なるほど、そうなんですよ。でレベルがあるんですよ、はい。で、初当たり時はレベルが、3段階ありまして、はい、2以上が確定します。2以上、はい。ということはですね、まあ、この次お見せしますね。はい、お見てください、試合、試合と出来合い、これはレベル2以上なので、はい、まあ、ちょっとこの初当たり時の家康がこっちを選ぶと、ね、そう、そうなんですよ。でちなみに、まあ、この辺もですねちょっと上乗せプラスとかも増えてるんですよね。今までになかった、上乗せとかもあるんですけども、やっぱ最初はこっちで。そうです、見たい、家康見たいっす、見たいですよね。 50% ですもん、はい。じゃあこっち選びますね。はい、ではいきます。はい、かっこいいっす。あ、これ今のはチャンスアップパターンですね。もうおぎんちゃん、さっきデートしてたおぎんちゃんがだいぶ。お、あ、はい、50%、ね、家康再臨でございます。家康可愛いっすね、なんか可愛いですよね。やっぱですね、コウモンちゃまシリーズは、はい、まあ面白いんですよ、演出が。なんか変わったとこもあるんですか？ありますね。お、いきますよ、ちょっと早く見たいです。はい、リターン、かっこいい。激しい、そうなんです、まあ、ここは一緒なんですよね、はい、この後ですよ、ちょっと注目すべきは。乗らぬなら乗るまで待とう。おぎんちゃん、なんかニュース始まりましたね。ホトトギス、丸々歳無職が江戸でかくれんぼ中。何をしてるんだと。なんかこの角度も座り方も見たことある気もしますけど、ね、そうですね、なんか見覚えのある。あ、デジャブですかね、なんですかね。なんか音楽もなんか長いですよ、長い。すごい喋ってますね、おぎんちゃん。いやさん、
長い長いですね。長い長い長い。おー、びっくりした。顔かなり激しい。そうですね。じゃあ押しちゃいますね。はいはい。おお、メガ盛り。めっちゃメガ盛りっすね。メガ盛り。じゃあ310ゲームゲットでございます。もうこの時点で何枚出るんだろうっていう。ちょっとマイナスかけるマイナスはマイナスの男には分からないですけど、計算が苦手でございます。まあ1000枚以上は期待できちゃいますね、はい、こんだけ乗れば。ではあれ見てください、この綺麗なステージを。もう誰ですか。おぎんちゃんです。おぎんちゃんです。はい、AT なんですけども、はい、まあ、一応ステージが3ステージありまして、はい、まあ、これは女神ステージですね。で、この下に、混合神というステージがあります、はい、でこれが真ん中なんですけども、この上に展開ステージがあります。なるほど。 AT 中なんですけども上乗せ、はい、なんですけども直乗せはないです、今回。全てですねチャンスゾーン経由で。チャンスゾーン、はい、経由で上乗せってことは、さっきのガチガチレバーゾーン。そうでございます。さっきのチャンスゾーンが AT 中もありまして、それが成功すると上乗せなんですけども、ちょっとなんか引いちゃいましたね。はい、おお来ましたよ。これはもう行きそうですね。チャンスゾーンに。チャンスゾーン行きそうですよね。おおおお。激しい。激しいですね。もうなんかもうみんな勝つの時はもうちょっとみんな可愛かったのに、なんかもう確かに。みんなもう可愛さはないっていう。まあかっこいいに。かっこいい感じになっちゃってますね。で発展しました。お、いきます。お、お、なんか熱そう。熱そう。おお。はい、成功。すんなりといきましたね。すんなりと行っちゃいましたね。で、これですね。ここはプラスがないと。ああ、本当だ。なんかちょっと遠くなりましたね、この V までが。いいですね。うん。じゃあ行っちゃいましょうか。ここでも全部アップ、ほとんどアップ。あ、本当だ。いいですね。ハラハラ。お、リプレイ。ああ、ここやだな。あ、危ないですよ。まずいまずいまずい。はい、ベロ引いてしまいました。出た、はい、この演出はですね、こもちゃま V 前作の、まあ、エンディング確定した時に見れる映像なんですよね。私も前作エンディング行ったの1回しかなくてですね。じゃあ1回だけ見たってことですか。そうだ、しかも この演出を選んだんですよ。じゃあ思い出の演出です。そうなんです。あ、してプッシュ出てますね、はい、でレベルアップ。おお、こうなんじゃ。早くて追いつけなかった。でこれを倒せば、お、必殺技。これはもういけましたよね多分、うん、お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 銀ちゃん出てきた。おお、あ、それで、はい、ゲットできる。これで、チャンスの成功したので、メガ盛り、メガ盛り、はい、そういう感じになっております。じゃあこっち行っちゃおうかな。あ、もう先に来るんですね。そうなんですよ、後で来るとかではなく、もうすぐ出てきてくれます。お、あ、そっか、もう50レベルが下がったってことですか。そうですね、レベル2、レベル 1? 1かな。これはやっぱこっちちょっと選んで、まあやってないですもんね。見ていいですかね。じゃあこっち選びます。はい、はい、確かになしは怖いですもんね。そうなんですよ、これ悲しいですからね。じゃあ行きます。
あ、さっきみたいにあんまビリビリとかしてないですね。どうなのかなこれ。メガモリ、メガモリ、お、メガ、お、バイ、バイチャンス。これはですね、この子を、はい、まあ、今から追いかけるんですよ、はい、で捕まえるとこのゲーム数を上乗せ、あ、倍にしてくれるんですよ。で、ゾロ目のみその倍チャンスの、チャンスを獲得はできるんですけども、ゾロ目じゃなくなったら倍チャンス終わっちゃうんですよ。最大が、111、はい、なってるので、この初期の、そうなんですよ。で888になると、はい、もうエンディング確定しちゃうんですよ。まあちょっとやってみますね。こうかけてますね。お、いきます。おお。で捕まえたので 44。 で今まではですね、はい、確か、1回きりだったと思うんですよ。それが、今作はこうやって帰ってくる、うん、でバイク乗ってるチャンスです。そうですね。おお、でかい、でかい、もうこれだけでもでかいですけど、これだけでも十分だなんですけどね。これは捕まえたい。ああ、おお、おお、あ、はい、で176。じゃあここで、そうなんです、ゾロ目じゃなくなったので上乗せは終了となっております。まあ、こんな感じ、ちょっと伝わりますかね。大体伝わるかな。今からですね、打っていただきたいなと。ありがとうございます。思います。で、まだあのお見せできてないものも、そうですね。ありますよね。お銀ランブとか。お銀ランブとか。フリーズとか。フリーズとか、フリーズは難しいかな。あとあれですね。まあちょっと自信はないですけど、はい、マロバトルとか。ああ、そうなんですよ、マロバトル。また全然説明はしてないんですけども、まあそういうのもあるよ。まあ今先に説明しとくと、弾けなかった時にちょっとあれなんで弾いた時にお願いします。そうですね、はい、はい、じゃあ早速、はい、おへそがプリティな、ね、おへそプリティ。じゃあいきます。はい、お願いします、はい、慈愛の方。そうですね、慈愛選んで、できればできればオギン南部。あ、もうこれで50ではなかったことが判明しました。そうですね、50はないと、あんまたまんないですね。そうですね。普通のチャンネル、あ、310でしたねこっち。あら、ただやっぱあれですね、その普通の隠してる紙というか、うん、紙、そうですね、紙でいいのかな、なんかあの区内とかになるんですよね、手裏剣とか。そうなんですよ、そうなるとちょっと短縮されてんじゃないかなって期待できるんですけど。あ、残念、310でした。あ、どっちも310。もうあとちょっとだ。よし、気合入れてきますよ。お、お、たまったましたね、レッツプレイおぎんチャンネル。お、ここで、でここからいけいけいけ、あー、あーま、あ、おさぼーっとしていた。あー、まあまあ発展、これいけば、そうですね。あら、このあとチャンス、まだ、まあ外れても当たりみたいな感じですね。あ、いや、当たってないです。当たってないで、まだこのあとまだ発展すると思うんで、ここの演出も多分重要になってきますね。ここがちょっと厚ければ、このあとの発展でいいのが来るかもしれない。発展弱いかな、あー、ちょっと弱そう。チャンスアップもない。はい、す、
あ、ほら、あ、出た。これか、僕初めて見ました、今日。いい短縮されてるかもしれないですね。ほう、待って、なんか引いたぞ。あー、今のが行くと。そうですよね、揃えばよかったんですね。行くと、フリーズが、おお、来た。あ、もう溜まっちゃう。 あ、これもう溜まりますよ。おっしゃ、やったー。まあ、こっちが溜まったんでチャンスですよ。お願いしますよ。溜まったか、溜まったか、はい、あー、わかんない。これあー、溜まってほしい。100だな。1しか溜まんなかった。おっす、あれ赤でしたっけ。本当だ、色変わってますね。なんか変わった、変わってますよね。変わってますね。いけいけ、おお、よしよしよし、いけ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 、おお、からの、おお、まあ、まあでももう、まあもうどっちかっすよね。あ、待ってましたね。そうですね。なるほど。来ました、チャンスゾーンです。まあ、プラスではないぞと頑張ります。プラスの方が全然熱いんですけどね。アップアップ。喋ってくれない。あ、これこれは嫌だ。ここで、うわあ、そういうことする。どうも。頼むよ。はい。ダメだった。まあ僕の予想だとあと5なんですよね。あと5、あと5でたまる、まあ、あくまで予想なんですけど。おお、ほら、ほんとだ。だよ。あ、やっぱ色変わってますね。さっきの赤でしたね、やっぱ。もうちょい、もう一個、もう一個、おー、ちょい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 、もうちょい、もう一回、一回、おー、まあ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 、逆に2初めて見ました。確かに。あ、でもここが1個消えましたね。そうですね。では頑張りましょう。おーしゃ、おー、あー、ちょっとびっくりした。すごい、私はいか、いか、思わなかった今。もうなんかちょっと冷めた目で見てましたね。全然ダメだろうなって思っちゃった。よし、これでプラスとかはあるんですかね。どうなんだ。プラスはおそらくやっぱ2個同時じゃないと、じゃないとなかなかないのかな。おお、やばいやばい、ずっとハラハラしてる。あまあまあまあ、まあ、そういうハラハラでね、楽しみ方がありますね。あれ、あ、弱くなっちゃった。弱いっすね。あ、まあ、そっか。あ、まあでも、まあ、いろんな演出を見せる、そうですね、という点ではいいかもしれない。あれ、スタッフさんに助けを求めるみたいな。じゃあ、あの、様子を伺いました。大丈夫かなって、こんなで大丈夫かな。いや、もうみんな、みんな気持ちは一緒ですよ。引いてほしいって、ね、なんかとりあえず当ててほしいって多分みんな思ってます。そうですね、もう早く引けよう感がビシビシと。まだかなって。そうです。いや、もう300ゲーム台に期待したい。そうですね。おー、たまりましたね。あ、でもあと頑張れ。まあまあまあ、でも赤ですよ。大丈夫でしょう、信じておるぞ。あ、次です。あ失礼しました。黄色、紫まで行ってほしいな。いや、見たい見たいですよね。見たい見たい、何回は見てないですもんね。そう、あ、まあ、なかなか行かないですよね。まあ、そうですね。そんな
紫いったらだってもう、だってもう当たっちゃうんですもん、ね、そうですよね。プラス欲しかったけど無音ですよ。ここ欲しい、ここですね。うわー怖い。あ、ほら、あー、おっしゃー、うまいうまいうまい、いいぞ。ここはいらない、ここはダメ、あーダメ、ここ引かないで、待って怖い。まあまあでもここでも全然、まあ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 、そうですね、しゃがんばろ。個人的にはこれやりたかったっすけどね。じゃあ、まあまあ、じゃあ、よし、いいぞ、よし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 、三中、おっ、なんか引いた、何か、おこれは、これは仲間になったのかな。なるほど、これはあるかもしれない。めちゃめ、あっ、獄門茶碗、これ熱いんじゃないですか。熱そうだって、お銀ちゃんもいるし。そうですね、待って、 OK、 大丈夫か。いやー、あ、お銀ちゃん、おし、おし、あ、じゃあこれでよかった、ありがとうございます。よかった、すごい、いや、よかった、本当に、あの、本当によかったなって。一安心。じゃあいきます。はい、やっとやっとやっとですよ。メガモリ、なんか間違ってたらあれですけど、金色でしたっけ。家康、家康、出来合いに行きたいところですが、やっぱお銀乱舞とか見たいんで。お銀乱舞見たいっすよね。お銀乱舞いいですか、お願いしても。またこれあれですよ、ちょっと待ちましょう。ほ、ほら、あ、やばい。ちょっと待って、どちらにせよ家康が。これ多分なんですけど、レベル3じゃないですか、はい、100%、うん、やっぱりここ僕色違うと思うんですよ、赤とかでしたっけ、赤だったと思うんですよ、じゃあやっぱ金、多分そういうこと。だからもしかしたらここが金だからレベル3がまあ濃厚なのかなみたいな。確かにそういうことかな。じゃあ練習で誇張しとこうかな。練習。じゃあちょっと目標聞いてもいいですか。目標、はい、上乗せですか。はい、まあ、最低100じゃないですか。そうですね。何ゲーム乗せます。じゃあ310で。水戸狙いで、ね、まあもほら、この後のレバーが大事ですからね。ここで乗るまで待っている家康さんと中継がつながっています。家康さん。ここ笑っちゃうんですよね。いや、ここ面白いですね。すごい面白い。これマッサージチェアですね。え、マッサージチェアですね。めちゃくちゃサボってるっていう。あ、早い、もう早い。まあでもそんなそんな。まあ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 最低でも100乗るよっていう、ね、ことですから。まあでも次ですね。いや、そうですよ。で、一応ですね、なんか規定ゲーム数でも、はい、チャンスゾーン入るかもしれないらしいんですよ。そうなんですよ。じゃあとにかく続けろということですね。そうですね。その規定ゲーム数もちょっと何ゲームかとかちょっと分かんないですけども、まあそういう何かを引かなくても、はい、8点もう頑張っていけますよ。いやまあでも最低でもチャンスゾーンあるん で、 そ、 うです、ね、そこで当てちゃえばいいんですよ。おここで。さてどうなのか。めちゃくちゃギリギリに。あああガチガチレバーの。まあでももう400枚も出てますからね。いや、早いですよね、400枚。お、これはなるのかな。ナビだから。おっしゃ、これは、あ、そっかそっか、おっしゃっしゃ、おっしゃっしゃ、あ、もう結構どこ行ってもどこ行ってもいい感じですね、うん、
ハラハラ。これでもこれも見てないからな。私も見てない。あ、やった。私も見てないんで見たかったです。ちょっとこれそうですね、どんな感じなんだろう、うん、ミート6でいいのかな。かっこいいな。かっこいい。あー、なるほど。ここが揃えばいいですね。いいよみたいな。あー、なるほど。リーチ。おー、なんー、どうなんだろう。あー、まあそうっすね。弱いな。はあ、よしよし、オッケー。あー、たくさん角の、おら、あー、ダメか。なるほど。あー、まあ一回で終わってしまいましたが、ほ、やっぱ赤いですよ。まあ一回で終わってしまいましたが、家康も引けたので許してもらえませんか。ちら。はい、ではですね、ちょっと僕さっき歌わせていただいた時にちょっと出せない買った特化ゾーンがあるんで、そちらをちょっとお見せしていこうかなって思います。お願いします、はい、お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 、はい、チャンス目で100。はあ、おー、おー、マックス、まあ、マックスで、おー、おー、マックス、カツオやらなくてもマックスに。では、うん、で V、 V 行きましょう。はい、おー、ただ赤だ。そうですね、やっぱ金だったんですね。金だったんだ。お、お、まあ、つまりこっちですね。はい、 40% ありますからね。お、銀乱舞。おし、おら、よし。おお、初めてですよね。来たー、初めて見ますよ。初めての銀乱舞。じゃあ行きましょう、はい、ゆっくりとゆっくり行きましょう。お銀乱舞は1セット、はい、5ゲームのループ型ウアのセットになっております、はい、で、まあ、お銀ちゃんが主役なので、はい、どうせだったらちょっと演出も楽しみたいなと、ね、ゆっくり、はい、思います。あ、プルンとプルンとプリプルンプリ、かわいいですね。ドキ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 、ゴー、このドキドキをどんどん貯めてってください。なるほど。まあ、あれですね、女の子がときめきそうなことをことがどんどん起きてくるんですよね。実際どうなんですか、カフェドンっていうのは。うーん、僕はびっくりしちゃうと思うんですけどね。いや、カフェドンってされるタイミングなくないですか。なかなか学校通ってないとないですかね。だって学校通ってでもなかったですけど、まあ、もう僕も、まあ、僕男なんで関係ない話ですけどね。関係なくはないか。第2ボタン、はい、第2ボタンくれやってことですよね。要は第2ボタンお願いって。そうですね、かわいいじゃないの。かわいい。お、これで、また5ゲーム。なるほど。ネボーさん、ああいいですね。ああ、ちょっと見えそうで見えない。ふにゃふにゃ言っておりますね。これ楽しいですね、ここね。確かにこれ男の人もちょっとドキッとするような要素もちょっと混ざってくる感じ。ツンデレ、これ多分あれですよ、家近いですよ、これ家近い、うん、多分幼馴染、幼馴染。あ、また壁ドンです。ちょっと 2ずつしか増えないですね。うん、まあ、こういうとこでチャンス役をなんか引きたいですね。
プンプン丸。見てください、このまあコスプレという幼女みたいな。まあさすがにこれは経験ないですね。これないですね。ないですね。これは終わっちゃいましたね。いやどうなんだ。あで長押しでゲームスープ。もうはい。40ゲーム。どうでした？すごく楽しかったです。でももうこれはもうお銀ちゃんがただただ可愛いっていう。お銀ちゃんめでるそうゾーン。そうです、そんな感じになっております。ちょっとまだ見てない、はい、マロバトルが。そうなんですよ、ございますんで。一応チャンスゾーンが2種類ありまして、はい、でその1個がマロバトルというふうになってるんですけども、まあ、かなり激アツになっておりまして、そのマロバトルはですね、一応まあ、バトルして負けてもメガ盛り、はい、ジャッジメントもらえるんですけど、勝利すればですね、はい、もう超激アツのテンプテーションという突破ゾーンに入るんですよ。まあ、まずそこに行くためにマロバトルをしなくちゃいけない。そうなんです、マロを倒せと。そうなんです、いけますね。ちょっと油断したな。来た、黒。あ、マロが出てきました。本当だ、まあ、もしかしたらこのマロが喋ることにより、はい、マロバトルかもっていう期待が持てるとか、そういうのがあるかもしれないですね。はい、黒ナビだったっすよね、さ、うん、これでくるのかな。はい、でこれを成功すると、はい、まあここはガチガチ、ね、レバーゾーンと書いてますけど、書いてはいるけども、そしてあ、ここにここにいますね、いらっしゃいますね。さあこれでやっとマロバトルに。マロバトル私もちょっと初めて見るので。僕も初めてです。どんな感じなのか、どんな感じなんですか。楽しみ。では行ってみたいと思います。もうここは勝ってください。そうですよ、ここ勝ってください。勝たなきゃ、勝たなきゃ意味ないですからね。そうなんです、やっぱもうみんなも応援してます。本当ですか。はい、事後ですけどね。もう終わった後の応援ですけどね。わ、めちゃめちゃすごい、すごいすごい、これはすごいっすね。もうシワまでもうすごい綺麗に描かれてる。おお、ここは、はい、お銀ちゃんじゃない。ここ大事なところ、大事なところ。うお、勝てばテンプテーションゲーム、テンプテーションゲーム。負ければ、負ければ普通にジャッジメント、メガ盛りジャッジメント。よし、いきます。はぁ、あれどこで引き使ってるんですか。ここい、このこのバトル、歯はめっちゃ好きっすけどマジか。おそりゃそうさ、めっちゃかっこいいじゃないですか。え、かっこいい、金文字。え、今一瞬イケメン出てきた。かつてのあれじゃないですか、昔の姿。見てください、この広背筋を。半端じゃないんですよ。うわ、お、気持ちいいですね。あ、いやもうこの歌はもうコウモンちゃまシリーズが好きな人はもうめちゃくちゃテンション上がりますね。もうビュアって感じですよね。でも鳥肌立ちます。もう脳みそがもう、脳みそ脳汁震えますよ。もうこのテンプテーションゲームですね、はい、これが1セット20ゲームで継続していくんですけども、はい、継続率がですね 80% オーバーです。やばいっすね。そうなんですよ。で、ベ
ル以外の全役で、上乗せの抽選をしてますね、はい、で、これを、はい、80% オーバーじゃないですか、はい、これをずっと続ければあっという間にエンディングに行くんですよ。そうですね、だからめちゃめちゃ強いんです。もうこれ引いちゃえば結構もう、あ、今日はもう焼肉だなって感じですね。そうです、そうです。な、何がもうこれよく言うんですけど、あんましっくりきてないですよね。あ、しっくりきてない。あ、乗りました、うまい、乗りました、いいですね、セクシー、このローアングルが輝いております。はい、じゃあ今日は本機の魅力をたっぷりとご紹介してきたわけなんですが、はいはい、どうでしたか。そうですね、全部要素取り入れてますもんね、うん、だからやっぱ好きな人は相当楽しいと思うんですよ ね、 うすね、もういろんな要素入ってるんで、新しい要素ももちろん入ってますし、はい、やっぱ初当たりで 50% が家康っていうのは、いや、でかいですね、結構やばいですよね。まああとやっぱり普通にこのお銀ちゃんがたくさん出てくるっていうのがやっぱ、そうですね、かわいい。でもさっき一瞬コウモンちゃまのイケメンの姿、はい、ありましたね、見れたんで、ちらっと、そうなんですよ、ああいうのいいですね、ああいうのが多分ちょこちょこあるとちょっとって逆に不意打ちで、そう、ああって楽しめるなっていう。そうですね、まあジャンダイなんですけども、全国導入は、はい、4月の中旬を予定してますので、ぜひ全国のホールに導入された際は皆さんもうちに行ってみてください、はい、で最後にちょっと僕らでは出してない、はい、フリーズの映像を載せますので、はい、ぜひ見てください。はい、お楽しみください。じゃあこんなところで今日は失礼したいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。でたらめ言ったのは、うっかりでやんす。愛、それはプライスレス。What?